おはようございます。2023年5月8日月曜日の朝です。今日の体重は 65.35 でした。体脂肪率は 37.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇りでございますね。結構涼しい感じがしております。そして今日はですね、夕方ちょっと予約入ってますけれども、午前午後とですね、割とのんびり過ごして大丈夫な日かなっていう感じでございますので、家の中でちょっとやらなきゃいけないこといっぱいあるのでやっていきたいと思いますよ。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日はめぐちゃんが手作りしてきてくれたベーグルサンドにしましたよ。こちらは卵とピクルスのサンド、こちらはチーズとハムサンド、あとはキャベツとラディッシュの酢漬けで食べます。今日のお昼ご飯です。今日は豚肉と大根の甘辛煮にのびるのっけ、タケノコの煮物、おつゆは菜の花とお揚げ、ハイガマイで食べます。今3時半です。これからですね、ちょっと町役場の方に用事があって出かけることになりましたのでですね、ちょっと行ってきたいと思いますよ。なんか天気も良くないですね。行ってきます。アビラ町役場ぬくもりセンター、着いた。行ってきます。よいしょ、用事終わりました。ちょっと寄り道していきます。じゃーん、アビラ町の文房具屋さん誠書店に寄ります。買い物しましたよ。そしたらですね、この後はアロマトリートメントの予約が、シエスタさんの方で入っているので準備して迎えたいと思いますよ。行ってきます。エリコロの動画帰ってきましたよ。そしてすぐに出かけますよ。じゃあシエスタの方に行きます。シエスタ、あっち行った。まずはコーヒー飲みます。はい、じゃあ終わりましたよ。すっきりしましたね。私もなんかすっきりした。じゃあ帰ります。帰ってきましたよ。中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、もうずっと朝からずっとですね、家の中にこもってですね、ずっとお仕事したり、家の中のことやったり、洗濯したりとか、お掃除もしたりとか、なんかいろいろ、とにかくずっと家の中にずっといました。もうずっとそれで結局ですね、夕方ちょっと前くらいかな、町役場の方に用事ができちゃってですね、行ってきたりとかして、でその後もともと予約が入ってたので、シエスタさんの方でですね、今日もヘッドマッサージをしてきましたよ。でなんとなく私のやっているアロマトリートメントって聞くとですね、なんか女性の方がやっぱりこう癒しを求めたりとかですね、香り、いい香りを求めたりとかして、割とですね、女性の方対象に思われる方多いんですけれども、結構ですね、男性の方、試しにやってもらうとですね、皆さんすごく、やっぱり香りもそうですし、あんまりそういう風にやってもらったことないっていう、頭ペットなんかが特にですね、やってもらったことないっていう方が多くって、すごくびっくりされる方が多いです。そうで、女の人で、男性も美容室行ったりすると思う方もいると思うんですけども、結構女性は美容室でヘッドマッサージとかヘッドスパとかやる機会があったりすると思うので、もう頭をこう揉みほぐしていたもらうっていうのをこう慣れてる方とかも、知ってる方とかもいると思うんですけどね、男性特にですね、あんまり頭を揉み揉みされたことない人の方が多いような私の印象でございまして、今日もですね、すごく喜んでもらえてよかったです。でなんかこの今日はですね、この耳の後ろあたりがすごいコリコリに凝り固まっていたのでですね、そこすごく頑張ってこうほぐしてですね、そしたらなんか結構
自分でこう触って分かるくらいの違いが分かるって言ってもらえたので本当に良かったなと思います。今日もぐっすり眠っていただけるといいなーって思いながらですねやりましたね。はい、そんな感じでございました。で、今日は夜ご飯なんですけども、ちょっとですね早めに今日は最後のこの動画撮ってしまいまして、ちょっとこの後ゆっくりしたいっていうのもあったのでですね、ご飯ちょっとまだ何食べるか決めてないです。なのでまああるものでちょっと食べるような感じにはなると思うんですけれども、まあ今日もどちらかって自分では作れましたけどね。あ、そうだ、朝はでもめぐちゃんからもらったすっごい美味しいベーグル食べたんだった。すっごい美味しかったですね。もう自分であんなに上手に作れるんだなって思いました。私もベーグル結構昔ですけどね使ったことあるんですけども、あんなに上手にポコではなくってですね上手なんだなって思いましたね。すごい美味しかったですしね。そう、それで美味しく食べて、でお昼も自分でなんか作ったけど今日夜どうしようかなって感じでございますけどね、なんかあるものねささって食べようかなと思っております。はい、そんな感じで今日はちょっと短いですけどねこれくらいにさせていただこうかと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。